プリゴジンの乱収束元ロシア軍司令官イーゴリ・ギルキンの見解は元ロシア軍司令官のイーゴリギルキンはテレグラムの投稿で見解を示していた6月23日ウクライナで戦闘に従事してきたロシアの民間軍事会社ワグネルを率いるエフゲニー・プリゴジンがロシア国防省への戦いを宣言したワグネル部隊の宿営地にロシア軍がミサイルを撃ち込んだというのである 我々には2万5000の戦闘員がいる。ロシアがここまで大混乱に陥った理由をはっきりさせると、プリゴジンはメッセージアプリ、テレグラムに投稿した動画で述べた。我々に加わりたい人間は、誰でも歓迎する。プリゴジンはこれまでも国防省幹部を厳しく批判し、しばしば不満をぶちまけてきた。その最大の標的になってきたのがショイグ国防省だ。22日には 戦場におけるロシアの途方もない失敗について、ショイグがプーチン大統領に嘘の情報を伝えていると非難したばかりだ。こうした緊張関係を背景に、23日にロシア軍がワグネル部隊を攻撃したと、プリゴジンは主張している。ワグネル指導部は決定を下した。この国の軍指導部がもたらしている悪に終止符を打たなくてはならないと、プリゴジン。 さらには何万人ものロシア兵の命を奪ってきた連中に罰を与える必要がある。プリゴジンは国防省との戦いが決着した後にはウクライナでの戦闘を再開するとも約束した。一方、ロシア国防省はロシア軍がワグネルを攻撃したとの指摘を否定する声明を発表ロシア大統領府のペスコフ報道官はプーチンもプリゴジンの発言を把握していると述べ あらゆるるる必要な措置を講じてていいとコメントしているロシア当局は武装反乱を扇動した容疑でプリゴジンへの捜査を開始したと発表したここしばらく国防省とショイグに対するプリゴジンの批判は激しさを増す一方だった23日の動画ではこんなことも述べている昨年2月24日にロシア軍がウクライナへの侵攻を開始する直前の時点で特別なことは何も起きていなかったというのだ 国防省は国民と大統領を欺いて情報操作を行い侵攻当時にウクライナ側が常軌を逸した水準の攻撃性を示していて NATO 全体と一緒になって我が国を攻撃しようとしていたと信じ込ませようとしているとこの軍人ではないビジネスマンは主張している実際には特別軍事作戦は全く別の理由で開始されたのだ昨年2月にロシア軍のウクライナ侵攻によって始まった戦争は 戦線を拡大してて今も続いているウクライナ側は最近、欧米の支援を受けて領土奪還のための反転攻勢を開始した。戦争の終わりはまだ見えないが、欧米はウクライナへの支援を続ける構えだ。ウクライナ戦争の戦い方に関して、プーチンをたびたび批判している元ロシア軍司令官のイーゴリ・ギルキンは、クーデターの試みが進行していると述べている。今回の騒動がフェイクでなければ、その可能性は排除できない。 軍事クーデターが始まったといえると、ギルキンはテレグラムの投稿で見解を示した。国防省とワグネルの対立は、もはやコントロール不能ということになる。大統領が直ちに介入しなくてはならない。大統領がまだ権力を掌握していればの話だが、プーチンに余裕はなく、満天下に弱さを見せてしまった。もはや、プリゴジンの方が一枚上手、部隊は正規軍のヘリ攻撃を一周し、 武力を誇示し、すんなり首都の目前へ迫り、政権と民衆を震撼させたかと思えば、ロシア人の血を流したくないとぴたりと進軍を止める。制圧した町で群衆から称賛を浴びていたことでもわかるように、ロシアではすでにプリゴジン人気がプーチンを上回る。プリゴジンはベラルーシには行かないし、ワグネルも主要な部分は手元に置き、軍に帰属させるのはその他の兵士だろう。 ロシア軍、ワグネル反乱も戦闘続行。バフムートの前線。ウクライナ東部バフムートの前線から帰還したウクライナ兵によると、ロシア国内で民間軍事会社、ワグネルが起こした反乱による前線への影響は、25日の時点では特になかったという、AFP は同日、負傷して前線から戻る兵士を多数確認した。バフムート近郊で負傷した兵士の治療に当たる医師も、ここ数日で負傷者が増えていると述べた。 ワグネルの創設者、エフゲニー・プリゴジン氏は23日、ロシア軍指導部の打倒を宣言し、ロシア南部軍管区司令部を掌握、首都モスクワへの進軍を開始したが、その翌日に進軍停止と撤退を決めた。バフムートから戻ったばかりだという兵士のナザルさん、26歳は、前線では戦闘が続いていると話す、ほとんどの軍関係者は、ロシアのサーカス、軍がまだここにいるとよく理解している。 出て行っていない、同じ拠点にいる、昨日攻撃してきたように、ロシアは今日も攻撃してくる。バフムート周辺で6ヶ月戦っているという別の兵士は、ワグネル戦闘員はロシア受刑者からなる部隊、ストーム Z とともにウクライナ東部で戦闘を続けていると証言した。ストーム Z も、プリゴジン氏が設立した部隊だ。その一方で、機関兵の一部からは、拠点を離れたロシア兵も少数いるとの指摘もあった。 プーチンに反旗を翻したプリゴジンが消えた、ベラルーシ亡命の信憑性は、ロシアの民間軍事会社、ワグネルを率いるエフゲニー・プリゴジンの武装蜂起は、結果的に1日で収束したものの、ウラジーミル・プーチン大統領の権威は大きく傷ついた、ワグネルは6月24日、南部ロストフ州の州都ロストフナドヌーの軍事施設を掌握し、モスクワに向けて進軍を始めた。 プーチン大統領は同日にテレビ演説を行い、プリゴジンの行為を裏切りだと非難した。だが同日夜、プリゴジンは流血を避けるために引き返すと表明、ロシア大統領府もプリゴジンに対する武装蜂起を先動した容疑での捜査を取りやめると発表した、ベラルーシのアレクサンドル・ルカシェンコ大統領が仲介役を務めたという。プリゴジンとは何者か、ワグネルとは、ワグネルの創設者。 エフゲニー・プリゴジン62歳はロシアのウクライナ侵攻を支持しこの戦争で中心的な役割を果たしてきた当初は最前線にワグネルの傭兵を配置し後には消耗したロシア軍の戦力を補強するために刑務所から囚人を大量に徴兵したウクライナ東部バフムトの攻防でもプリゴジン率いるワグネルが最前線で戦ったなぜ反乱を起こしたのかこの数ヶ月 プリゴジンとロシア軍指導部との緊張は高まるばかりだった。プリゴジンはロシア軍が弾薬の要求を無視していると非難し、その結果、ワグネルの戦闘員が山のように死んでいると訴えていた。プリゴジンがとりわけ非難の矛先を向けていたのが、セルゲイ・ショイグ国防相とバレリー・ケラシモフ参謀総長だ。ショイグは最近、すべての志願兵組織は7月1日までに国防省と契約を結ばなければならないと命令を下した。つまり、 ワグネルにロシア軍の傘下に入るよう迫ったわけだが、プリゴジンはこれに強く反発していた。米紙、ワシントン・ポストによれば、両者の緊張が沸点に達したのは23日、ロシア軍がワグネルの野営地を砲撃してきたと、プリゴジンが非難した時だという。プーチンとプリゴジンの間でどんな取引が、ロシア政府報道官は24日、プリゴジンは隣国ベラルーシに出国することに同意し、 プーチンがプリゴジンの身の安全を保証したと発表した。事実上の亡命である。だが、プリゴジンが現在どこにいるかは不明だ。A 氏、ガーディアンによると、彼が最後に目撃されたのは、24日夜にロストフナドヌーを出発するところだった。街を離れる直前に録音された音声メッセージの中で、プリゴジンはベラルーシへの亡命については一切触れていない。それ以来、プリゴジンは沈黙を保っており、 ソーシャルメディアを駆使することで知られる彼にしては珍しい、ベラルーシで何をするのか、どれだけの自由が与えられるのか、多くの疑問が残っているとして、ガーディアンは次のように書く、この反乱でプーチンの権威とイメージは永続的なダメージを受け、プリゴジンが公の場に姿を現し続ければ、クレムリンの信頼性はさらに損なわれるだろう、プリゴジンは冷酷な野心家であり、 ベラルーシで早期引退に落ち着くかどうか疑問視する向きもある。ワグネルの部隊が健在で一緒にいるなら、逆に消息は第三者にも見えるはず、公開はされないだろうが、米軍などは把握済みだろう、これはペスコフの発表で、進軍に参加しなかった兵士はロシア軍と契約できるとされたことから想像できる。参加した兵士の処遇は不明であり、プリゴジンと未だ行動を共にしていることは、十分に考えられる。 もしプリゴジンがワグネル部隊から離れた状態なら、すでに高速などロシア側の管理下に置かれていると見るのが妥当。